どうもこんばんは。じいちゃんはん、かっちゃんです。みいです。さあ、メキトン、メキトンネルやってきましたよ。あのお昼の日の、あ、違う、台風の時のお昼の探索の時以来です。そうです。ああ、近い、懐かしいな。心霊スポットの中で一番俺の気が重い。はい、ではね、皆さん、ネットネル、ヘイ、今、さっき変な音がしました。やだ、やだ、すぎよ。虫いる？すげえやだ、ほんとここ。あ、皆さん待て待て待て、カメラがついてってない。あ、いない。あ、よかった、いないよ。あのカマドンはいないよね。死にづらいにはいない。なんか見てくださいね。ごめん、今俺は身の安全の確保中だから、あなたのことに変わってられない。ではない。夜、今8時ぐらいですけど、何も特に変化ない。こいつはなかったよ。入り口からすぐ、また入り口から見てるけ。うわ、やべえぞ、入り口やべえぞ、これ帰りやべえぞ。入り口やべえぞ、これ出て。後ろだ、入り口。こ、いや、分からん。やたら後ろからすげえ、やわない。反響するって何言ってるのか分からない。今ムイ君の隣、まあ、これから左側なんだけど、ムイ君なんだけど、右上の上に、あ、今近寄った。くんな、さあ、皆さん、ここがメキトンネルの夜。夜晩、昼来た時と何か変わります？全然。おや。一
自力なんだな。自力で振らねえからな。トンネルの、夜探索してみました。ね、これ俺来たらあかんな、うん、俺シャッターこのカメラシャッター遅くてあれなんだけど、意外と今日はそうだね、巻いた T シャツってかジーンズ履いた人かな、結構スタイルのいい女性が中にいました。うん、いつも入ると必ずそこから覗いてそこから入ってオーブとして映ってました。ここね、うん、皆さん来てもね、ここ多分感じる人は感じると思う。うん、女性ちょっと本当小綺麗なジーンズ履いた女性かな。まあ姿までは分かんなくても何か感じると、霊感あれば。いや、見える人は見えると思う、それを。おお、うん。目の保養にして来てください、皆さん。俺むしろいろんなもん見て産地に行ったんだけど、うん、今まで来てきた中では一番綺麗な幽霊さんかもしれない。へー、うん、